おー、そうかそうか、やっぱ気に入ったか。よしよしよし、そうだよな、女でその上強いもんな。何するんですか。バカ野郎、それは乙女のキュンゴマだ。キュン、そうだ、よく見ろ。今まで意地の張り合い同士だった主人公と相手の男がやっと素直に好きだという感情を認めるシーンだ。俺も気に食わねえとか言って悪かったな。なんて言うと思ったか。あ、成功成功、バカじゃねえな。お前何見てんの。いやお前井上さん見てたろ。かー、やっぱいいっすな、あの胸。あー、苦しい。つーか、くだらねえこと言ってんじゃねえ。やめよう。俺たちは健全な男子高校生だぞ。可愛い子に興味持って何が悪い。分かった分かった。なくて聞こえなかったんだよ。今なんて。僕たちは親友だよな。それじゃあ今日も奴に何も言えなかったよ。誰。カナダだ。それじゃあ俺は面ではあるか。なんすかトムさん、さっきから変っすよ。いや、なんでもね。そういや、バローナよ。なんでしょうか。俺、お前とどっかで会ったことあったっけ。無駄だと言ったでござる。小生も一心不乱に話しかけたでござるが、誰一人として女子は話してくれなかったでござる。それってお前がキモいからじゃ。それは断じてない。全滅だった。いいよ、キヨスもこの通り。我々は女子に嫌われているんでござる。何をしているのですか。すみません。あなたの血の匂いで起こされるとは。まったく。ごめんなさい。悪夢を見続けるよりは。いるんだよ今日は特にな。うん、ヨコ、後ろは頼んだぜ。うん、前から来た奴らは全部俺が叩き潰す。だから後ろの敵は頼むぜ。カミナ。あ？ボケてんのはてめえらだろ。まだんな年じゃねえよ。だいたい10年も私はてめえらだって十分おっさんだ。ガキはとっとと帰ってクソして寝ろ。おっと、通行料払ってもらおうか。ここらは俺たちが仕切ってるんでな、挨拶料っ